Zip FM Podcast Program Yofu, Karuma, and Takanome Midnight Radio Show Double seven point eight. Seven point eight. Zip FM. Warate Ito Omo Podcast Program Warate Ito Omou この時間は僕リョフカルマがあなたの質問や悩みにお答えする笑っていいと思うのコーナーです、えー、質問や悩みに答えていきますまずは中区女性さん女性えー、ョフさんは何事もポジティブに考えれる人に思うのですがポジティブに考えるコツみたいなことはあるのですかあればぜひ知りたいです <laughs> あ<ー>、コツ<ー>か無理やりやってるわけでもないからなまあでも多席思考じゃないん多席多席うんなんか ネガティブな要素は全部自分以外のせいにすれば大事。雨が降ったら雨男のせいだしで手柄は自分のものっていう考え方。本当そうすもんねそれだけです。なんでこんなことになってんだあいつが悪い私のせいじゃないみたいな。だって言い換えるとポジティブっていうのはいいことを考える人みたいなイメージありますけど悪いことを無視する人ですなんで 不安要素を無視するっていうかまあ気づかないっていうのもあるけどもう,もう一個言い換えると危機管理能力の欠如なんですよねいや本当にそう <laughs> いやほんそうんだ,だからそんなにいいことでもないとまあただ、うん、そんなに悪いことって起きないんだよねだからあんま問題ないっていうか <laughs> いやわかりますよ大体が取り越し苦労なんだよだから俺はポジティブではないんですけど、うん、そのそんなに悪いことが起きないのは重々承知の上で、うん でも万が一なんか起きた時のための予防線を考えたいっていうタイプだから。そっちが正しいよ、確率。でしょ、うん、<laughs> あまあ、確率低い方を無視できるか、うん、低いからこそちょっと対策するかみたいなね、ね違いですから。あんまりそのポジティブって言ってもね、まあそのメンタルはポジティブな方がいいよね。 怒ってしまったことに対する捉え方みたいなのはポジティブな方がいいじゃん。わかるわかる。そこはそういう時は他席がすごく役に立つというかなんであの時私がって思うんじゃなくてあいつあんなめちゃくちゃにしやがったあいつのせいでこうなったけどでもまあなんとかなったらそそれが大事かもねの起きてしまったことをもう。その 対処の方しかか考えないといとう遡って「なんで?」とか「うん、誰が?」みたいなことってマジ無駄なんですよ。マジ意味ないね、うん。もう起きたんだったらそれに対してどう対処するかっていうことだけに集中していくみたいなのは大事ですよね。もうしょうがないやんみたいなことずっと言うじゃないですか。それを言ったとこでどうなんのっていう、ね、まちっちゃいことで言うとなんかコップのなんかこぼしちゃったみたいなのが「ジョ、うん、ーで?」みたいな。<laughs> 誰がこんなとこ置いといたのみたいな。いやまあそれを今追求してどうなんねんみたいな。まず拭 <laughs> そうそうもう。どう拭くかだけ考えろよ。<laughs> と思って。あれめちゃめちゃ,めちゃ思うもんな俺。分かる分かる。それ言っとる時間マジ無駄よっていう。確かに起きたことはもう起きたことで無視するん解決する方に考えるって感じだよ、ねうん、それは大事ですよね。うん、ポジティブでよかったエピソードでありますかそれは自分はいいやろ。うん。うん、そうね。 人がどう思うかっていうのはまた別だけどまあ何かにつけそうですよ <laughs> 俺俺俺はね、うん、悩まないでいいし、うん、基本的に気にしないしあんまりそうねあとなんかこう八方美人みたいな人はよくないよね、うん、そのネガティブになりがちじゃないああどうなんだろうそのいやこの人にはいいけどこの人にはいいなんかこう思われたらどうしようみたいな嫌われる勇気にない人、ね、そうそうそう絶対そこは大事ですよ、うん、もう別に この人だけ良ければ他の人にはどう思われようがいいかなみたいなのってすげえ大事だと思ってっていうかね人を嫌う勇気みたいなね、うん、あいつのこと嫌いだからあいつに嫌われてもいいやって思える、うん、思えれ,ればねそうっすね嫌いなやつに嫌われてもいいもんねうんだからでも嫌えない人がやっぱそれはしんどいんだろうね、うん、そうねなんで予算とかもね全然ガンガン嫌われれるじゃないですか、うん、そうそういうしかも うん、俺のこと嫌いなんてあいつバカじゃねえって思ってるタイプだからさ、うん、からその嫌われてああんでって思わないもんね、うん、あいつはバカだから俺のことを嫌ってるっていう考え方だから、うんうん、まあ楽ですよそれは本当になんでポジティブにもいろいろあって結構俺とりょうさんも違う意味でポジティブなんですけど、うん、俺は基本やっぱ普通デフォルトでみんな嫌いなんで <laughs> 俺がねかわいそうなやつだから別に その、嫌、その人に嫌われたらどうしようっていう発想がまずない。うん、もう、基本。俺がこう、目をかけて、この人。清美を持ってる人以外は嫌いっていう判定なんで、うん。<laughs> できるだけ関わらないでほしいっていうデフォルトがそこだから。マイナスがないんですよね。ああ、それ、まあ、逆だ。うん、俺は基本的に好きそだ。そう、そうじゃないですか。うん、だから、そこも俺結構量産逆だなと思って。うん 基本的にこの来てくれる人はウェルカムじゃないですか俺は俺が興味ある人以外あんま来てほしくないって思ってるからん,なんかその嫌いなやつもね、うん、なんでそいつこいつこんな嫌なんだろうって思うのも、うん、こう注意深く見てるとそこが味になってきたりするんだよねなんかだから基本両夫さんは好きになろうとするんですもんねそうだね、うん、割とそうかもしれないうざさが、うん、うざさが一周してこいつ よくこんだけ全部うざい方にいけるなみたいな、うん、たまらんなみたいな風になってきたりするんだよな。なんでまあそういう意味で結構呂布さんの場合は原点法なんですよ。もともと100点上げててそっから嫌な言葉で引いていくっていう、うん、俺は基本0点から始めてるから加点式なんですよね。30点超えたららちょっと気にかけるぐらいの <laughs> それまでほんとみんな0点でいいっていうもう俺の人生に関わるほんとはそうだよね意味ない俺の脳に保存する価値がないと思ってるからいやでも本当にそうだでもそういうことやってると人の顔覚えれなかったりするからあんまよくないですいや俺もそうなんだよありますよねマジで全然覚えれないほんと気まずい時あるその会う人の数が多いからさまあねしょうがないよてかそれでいいしなマジでそれが失礼みたいな風潮やめてほしくないですかないない なん,かそれなんか一緒に仕事したりしたら絶対覚えるから、うん、そのぐらいの人なんてさもういいじゃないですかっていうまあでも本当に一番簡単な方法は「まあいいや、うん」まあいいや」で済ませれるかどうかっていう、うん、とこですよ。いいなれるような 意識の持ち方いそれは難しんだ気に逆に気になる人のそういう話を聞いてあそんなとこを気にするんだって思うこともあるし俺はまあまあそんなのあそんな目線があったんだみたいなさあうん仕事で本当にその思いつきもしないみたいな俺からしたらああそれは俺は結構俺考えるタイプなのああそう でもだ考えた上でですから、うんうん、考えた上でどうでもいいっていう結論に至ってるから結局一緒なんですだからまあ俺はほん、うん、本当の意味での無神経っていうかさそこにもう神経がないから、ね、一回拾ってもないそうねだからそあそ,あそんなとこ動くんだみたいな感じのノリだからな、うんね、まあでもそれでいいんだよ別に、うん、全然だから結構言われるもんなもっとなんか 考えてよみたいに嫁さんとか言われてもいや嫁さんまあ嫁言うよな人の気持ち考えろとかいやこ,こうこう言ったらこうなるって考えんのみたいに言われた時にいやそれは考えた上で俺はしないせつ決断をしてるだけだから <laughs> そう、ね、<laughs> 気持ちが分かった上で嫌な方を選んでるだけなんで <laughs> マジの嫌なやつじゃないですいやそう <laughs> 気づいてないわけじゃないんですよ <laughs> 与えてないんですよ <laughs> 気づいた上でその行動取ってないだけだからそれは勘違いしないでねって、うん、まあまあ分かるよ <laughs> まあまああんまりね気にしないでください、ね、まあでもさなんか俺はしてないけど、うん、運動するとポジティブになるっていう何、ね、<ー>か普通に脳の働きとしてなるみたいな言うし、うん、確かにそういう強制的にそういう方法でやるっていうのもてかそっちしかない気がするけどな、うん、考え方でっていうか。 え続いて全員さすらいさんさすらいよっぽどなかったんかな、えー、某お笑い芸人さんのラジオを聞いていたら中堅以上のお笑い芸人は若作りに必死おぎやはぎさん以外は白髪染めやエステ行きまくってるという内容の話をしていました、うん、あ分かるでも、うん、職種こそ違いどお二人もそろそろ中堅芸人と近い年齢だと思うのですがいつまでも若く見られていたいですかまたうまく年齢を重ねていると思う有名人がいたら知りたいですああ まあでもわか,るよなんかまあタレントって化粧するの当たり前になってるからさああそうか、うん、でお前が顔塗ったとこで何なんて思う人が、まあ、しやっぱその共演者がね、うん、意識高い人が多いでしょうしね、うん、俺で,でもテレビ出てるけどメイクなんて一切しないし毛も染めてないけどでもそれはメイクしなきゃいけないほど染みだらけになってないとか 染めなきゃいけないほど白髪だらけになってないからしてないだけでまあ最悪してくださいって言われるかもしれない、ねうんうん、なってたらしてるかもしれないしな、うん、それは分からんけどまああやっぱ人に見られる仕事してたらさ、うん、見られるしあと自分が映ったものを客観的に見てさちょっと汚すぎるなって、ねうん、普通の人よりも思う機会はやっぱそう芸人テレビ出てる人ね,るうね多いだろうから、うん、そういう意識は普通の人よりは持ちやすいよね、うん 若く見られていたいですかまあそれはそうじゃないそ,れはそうね、うん、老けて見られるよりは若く見られる。めっちゃ若いのは嫌ですけど、うん、そうね、うん、若作りに見られるっていうのは違うけどやっぱ実年齢よりマイナス4歳ぐらいがいいよねそう俺でも俺マイナス4だとしたら今年42だから38、うん、別に <laughs> よくないでも <laughs> まあまあまあ、うん、そ,のそれってもう誤差じゃない。まあ顔にもよるかうん。うん なんかでも俺,俺ひたすら大学生まで10個ぐらい上に思われてた人生だから、うん、あーわかるそれがさだんだん追いついてきてさ、うん、逆にこう抜かしてきたことないいや今は俺めっちゃ若く見られるわかるわかるだからなんかちょっと追いつかないですねえーうん、マジっすかみたいなだ自分の中ではまだこうちょっと老けてると思ってるから、うん そのまっ、あ、ていうか太ってた時期のあれが、うん、俺ほんとねクラブ行き始めて24ぐらいの時に32って言われたことあるからいやまあでも <laughs> そうちゃうだってまあショットガンダンディーとほぼ一緒だったじゃん <laughs> まあそうですねフォルムがねいやあんなでかくないけど <laughs> でかいのあいつ、うん、でかいんじゃないですかね多分<ー>うんそうねまあでも 人に聞かれて何歳だと思いますか、うん、まあそんな質問はないですけど、うん、若く言う時ってあんまりその善意ではないかもね。うんでもその、うん、まあ誰とつるんでるかとか、うん、なんかそういうそういう要素とかからも判断しちゃうしね。まあそうかうん。パッといきなり会ってうんまあどうやろな。 まあ男と女でもやっぱ全然違うしな、うんうん、でもまだ40とかだとさ、うん、ちょっと若く見られた方がいい感じするけど、うん、逆にもうちょいいくとなんかやっぱ、まあ、上に見られるのはよくないけど、うん、若く見られるのが正義みたいなのも変わってきそうな気もしますよね,そうねちゃんと渋みが出てるかどうかみたいな、うんうん、<laughs> 560<う>になった時に渋みゼロだとちょっとそれはそれでよくなってうる、ね。うん <laughs> この間さ、うんあのー、加藤紀乃と 10, 10周年やった時にさ、うん、初老みたいな感じのさうん、うん、おじさんがさ、うん、話しかけてきてさ、うん、まあ加藤紀乃の,のファンなんだろうなと思ってもうおじさんほ、うんととっつあんみたいな「はいはい、俺ね高校生の時にね浅井健一と一緒にバンドやってたんだ」みたいな「えー!」みたいな。えー、<laughs> ってことはベンジこの感じ今と思って。いいやいや ベンジーももちろん若いんじゃないいやそうそうそう,うだからさ20代ぐらいの時ってみんな一緒ぐらいだけどさ、うん、4050になると結構如実に差が出て,ってやっぱその人生の進路によ,るよ、ねうん、やっぱ俺も今高校時代の同級生あったらむちゃくちゃおっさんやなと思っていやそう思うと思うよ <laughs> いや <laughs> それはあるなあ普通におっさん、うん、知らなかったらお前にタメ口でなんて絶対話しかけらんないよっていうか仕上がりになってるやついっぱいいると思う、うんあ なんかでも、その場に、まあ、呂布さんとかはみんな知ってるからあれですけど、うん、そういう集まりに行ったとしたら、まあ、いかんけど、なんか、若いねって言われるのちょっと嫌じゃないまあね、まあ、わかる。<laughs> なんか、なんでしょう、その気持ち。うん、多分、向こうは、どういう格好で行くかにもよることない。褒めてる、ああ、そうか、格好もね、アクセサリーいっぱいつけて行ったりすると、そりゃそうだわ。そうなんですよね。 なんかでも普通に俺今日常はねその音楽関係の人としかほぼ合わなくて全然自分ががんがん若い格好してるとも思ってないけど多分その場に行くとさあらゆる要素が若すぎるじゃん多分でもこっちからするとおっさんすぎるって思うと思うしそうだろうねしゃべりにしてもねもう30代後半ぐらいに入ってきてうん しっかりサラリーマンやってる人とかだったらもうしっかりサラリーマンになってるもんね骨の髄までそうよねでもこの前あのめっちゃ若い子のイベント出たじゃないですか、うん、ベクターの、うん、なんか <laughs> 若い子特有の痩せ方ってあるよねあるあるあれって平べったい、ね、オーバーサイズだからなんかないやいやなんかねひ平べったいんだよね 俺あの時期ないから分かんないいかからんでもあれからちゃんと大人の男の分厚さになってきてやっぱ分厚さが増すってことそう平べ<あ>胴体とかがむちゃくちゃ薄いんだよそうそう若い子ってフロア見てて、うん、なんか若いやつ独特の痩せ方ってあるなってずっと不思議に思ってた、ね、あの横とか幅がつく前に縦だけが先に伸びるから、うん、縦だけ先に伸びましたっていう感じの細さあれ 真っ黒に塗りつぶしてシルエットクイズでもわかるよね。うんわかる。若いっていう。うん、<laughs> ただの痩せたおっさんではああならんよね。若い。あミみんちゃんかーみたいな。いやみんちゃんはやっぱちょっと違う気するもんな。<laughs> なんかあの年代はやっぱその若痩せかぽっちゃりしかいないもんね。うん。うんうん、そうなの結構見てて若っと思ってたな。若い子は細いねみんな。顔も小っちゃいし、うん、首も細いし。 だから体がまだ子供なんだよね背が,伸び<ー>背が高い子供っていうかさああそういうことか、うん、もう今うちの長男の方がかっこいいもんな <laughs> その子たちよりはまあまあ一旦なんでお前ハリー・ポッターがそんなフィジカルよくする必要があるん魔法使いだろう2 8 5キロありますか、ね、<laughs> <laughs> それは抱っこできんよ <laughs> ね美容やエイジングに興味はありますか エエイジングってイジジンンンググアチな、うん、まあでもハマったら面白いだろうけどねそれこそ効果が目に見えておっさんでもハマる人いるって言うもんなまあ言うても俺結構やってるかなまあ,あそう <laughs> まあその髪とかねこれはゼロだなあと化粧水ぐらいは使うしまあさすらいさんは人のこと言うよりね自分のキャラを定めた方がいいと思うんですよ、うん、<れ>サスライも,もう顔はト消えちゃったんかなタトゥーシールって 消えてなかったら面白いな、うん、いやめっちゃおもろいですね。てかあれを入れてたらおもろい。<laughs> 面白い。面白い。間に合うよまだ。絶対ラッパーデビューさせるけど、うん、ポストマローンみたいな。オートチューンのラッグさけどポストマローン顔ほぼ一緒じゃん全殺ライト。ね似てるっすよね。うん、<laughs> リスナーの中での全殺ライト。<laughs> で本物見たらあ確かにってなるもんね。いやあるから。まあそんな感じはい。 ということで質問や悩みがある人は ZIP FM のウェブサイトエントリーから土曜日の番組フライングベッドにある笑っていいと思うの応募フォームに送ってくださいエントリーからの応募で採用された方には笑っていいと思うオリジナルステッカーをプレゼントします笑っていいと思う